ん、こんにちは、さよさこころです。今回はコメント返信をやりたいと思います。ゴルフコンペに着ていく服がない、ビームスゴルフ秋冬コーデ。はい、この動画はですね、私と兄がビームスのコンペに潜入取材に行くということで、ゴルフコンペに着ていく服は、兄はビームスのねウェアがないので、それを買いに行った動画になります。まあ、初めてコンペに参加される時って、なんかそのファッションコンペも含め、なかなかどういう風に言っていいのか分かんないって方もたくさん多いと思いますので、その参考になればと思いまして、この動画を作らせていただきました。で、カジュアルな服とシックな服と両方紹介したんですが、皆さんの意見はですね、結構カジュアル好きですっていう方は多かったですね。はい、なので早速コメントを紹介していきたいと思います。シックな方好き、ありがとうございます。なんか私たちも結局シックな方を選んでしまったんですが、大人っぽいだけどカジュアルさもある、そんな組み合わせがなんかこういいなっていうのがありましたね。で、服だったら他のブランドの服とも、ね、持って帰って合わせやすいので、今回はそれを選ばせていただきました。あとニットの後ろにシャカシャカも生えてたので、風通しもなく暖かくダウンできて、今回はそちらを選ばせていただきました。お兄さん出ると空気落ち着く、もう嬉しいと思います、伝えておきます。心ちゃんどっちでも OK、 さすがモデルさん、何でも似合いますね、ありがとうございます。お兄さんは申し訳ないですけど、カジュアルの方が釣りのおっさんにしか見えません、シックがお似合いかと。そうですね、ベストの感じとかですかね、ポケットがいっぱいあってみたいな、そういう風に見えちゃったのかもしれないですが、今本当におしゃれなゴルフウェアが増えたなというのは私の印象でした。はい、シックな方が好みですね。ゴルフ以外でも全然違和感ないですね。そうですね、ゴルフ以外でも服は結構普段着としてでも着れそうな感じのデザインだったので、私もゴルフ以外でも使えるなと思いました。どのコーデもおしゃれだけど、そこそこ名門ゴルフ場だったら怒られそう。そうですね、ゴルフ場によってはね、厳しいコースもあったりするんでね。カジュアルスタイルがいいですね、気軽にゴルフできそう。はい、確かに最近カジュアルなスタイルで OK っていうゴルフ場もかなり増えてきて、本当にね、昔だったら迷彩柄がダメだったり、デニム素材がダメだったり、シャツは必ずインしてくださいっていうコースも多かったんですが、今は本当に色もインもしなくていいよっていうゴルフ場もあったりするんで、ぜひ皆様こういうおしゃれをして、なかなか着ないような柄とか色物を着て、たまには行ってみてください。心さん、ワンピースが似合ってるかな。お兄さんは冒険しすぎている感じですか。ゴルフはこれくらいでないとね。そうですね、ゴルフでしかできない何ですか、服装からもの、普段だったらって思われる服もゴルフだったら許される、スカートのフリルとかもそうなんですけど、私も結構ゴルフだから短くフリルのあるスカートでとか、ピンクとか普段着ないものも着たりします。ビームスの好きな人はカジュアルが多いと思うから、あえてシックな方で行くのもいいかな。はい、実際のビームスコンペではそうですね、結構皆さんシックは少なくなんか半々くらいでしたかね、実際も。はい、なんで結構挑戦してきてる、挑戦的なブーの方もいらっしゃいまして、こういうファッションコンペっておしゃれゴルファーが集まって、皆さんそれぞれのなんか色、自分なりの色、自分なりのイメージのコーディネートが来るので、すごくそういうのも楽しかったです。お兄さんは普段物静かな印象なので、どちらもトップが赤紫、少し明るいイメージになり、ゲップがあってとってもいいと思います。心さん、スタイル良すぎ、カジュアル来た時に表情や行動がカジュアルっぽくなるのがさすがモデルさんだなと感じました。お二人とも普段の感じで着たいのはシックで、イメージを変えるならカジュアルでいくと思いました。自分は勝負どころに、心さんカジュアル、お兄さん下を黒パンツにしてカジュアルとフォーマルのいいとこ取りがいいかなと感じます。うん、ありがとうございます。本当にね、ビームスさんはね、
いろんなバリエーションのねウェアがあってね良かったです。で機能性がすごくあってパンツにしてもすごく伸び縮みストレッチ効いてて、でさらに防寒対策のパンツだったりとか、本当にあのいろんなコーディネートで色とか物によってはどっちにも使える、シックなコーデでもカジュアルコーデも使えるみたいになったんで、ぜひ皆さんビームスゴルフに足を運んでみてコーディネートしてみてください。同じ趣味を持った兄と妹いいなと思いながら見てました。お兄ちゃんカジュアルウェアの方が目立ちすぎでもいいか、いやカジュアルウェアのあの目立つ感じで行ったらもしかしたらあのビームスショーみたいな、ベストドレッサーショーみたいな、いただけたかな、もう知れなかったですね。そういうのも目的にいつもと違う格好でファッションコンペに行くっていうのもいいなと私は思います。こんなこんなですかね。皆さんあのファッションコンペに行く際はぜひいつもと違う格好やいつもと違う柄、ゴルフだからできる服装も楽しんでみてはどうでしょうか。この動画に皆様チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。以上になります。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。